さあ、今日は誰でも参加できるものづくり博覧会作ると3に来てます。ナストマくん、すごいパワーアップしてますね。顔映って大丈夫ですか？あ、逆光で全然映らない。帽子が可愛いのに。スイッチを押していいんですか？押してもいいんですけど動かないです。なんだ。ドローン。また宇宙撮影から大自然画像解析を頑張っていただきます。で、こっちがワークショップのスペースで、で、こっちがブースがあります。なんだこれ。これはすごそう。博覧会っていうの中で考えると、誰もが見て分かる勝ち負けロケットがあります。で、なんかトークセッションがあってます。スポーツの中でも、その2日間の松本さん発見しました。なんていうんですかね、その作る方は確かにそのなんですけど、ね、あ、こっちはロボットですね。はっきり言うところは運動会の、わー、すごい。戦っている。いやー、いいな、このごちゃっとしたスペース。これはもしかしてオタマトーンを自動演奏している。これで力出ない。やっぱり短いのが結構強い力が出る。すごいな。自分で元気出ます。日めくりカレンダーが消耗になりかけて。あ、すごい、自動で日めくり。はい、自動で日めくりカレンダーをめくってくる。今は赤いボタンを押すと動くモードですけど、基本的にはオートモードで1日1枚勝手にめくってくれるように。すごいっすね。まあ、でも多分20分になるし、これは？あと2で行こう。あと2で頑張れ。もう2だ。すごろっかな。いや、ちょっと見るものがいっぱいある。お願いします。お疲れ様です。これは何ですか？こっちがちょっともう一人の、丸さんで、ピザの箱に PC を入れてみました。この手芸が気になってるんですか？これですね。これですね、間に合わなすぎて昨日までの時点で型紙までしか準備できなかったんですけど、要は我々ちょっと中身が作れないんで側に来ろうということで、あ、これのパワーアップですか？側に来ろう。あ、なるほど。で、ぬいぐるみに入れてみようかな。おお。ラズパイをいうのが間に合ってないところです。おお。まあでも明日もありますからね。皆さんそう言います。そうそう、今夜徹夜すれば。今夜徹夜すれば。ちなみに昨日も徹夜してます。ちょっと頑張ります。はい。あ、すごそう。
え、石川県からですか。はい、金沢から来ました。わー、すごい。始発で来ました。朝5時に乗ると、はい、11時前に着きます。なんでこのイベントに参加されようと思ったんですか。あ、結構あの、金沢には NT 金沢とか、はい、京都にも NT 京都とか、はい、いろんなイベントには出ていて、うん、でこの時期ってちょうどイベントのない時期で、あ、なるほど、ないかなと思ったらたまたま作る人を見つけたので、はいはい、おお。すごいウェルカムボードが光る。お、 3D プリンター、すごい、何でもありですね。で、今回は販売も合ってます。あ、何か光っている。動いたら光るんだって。え、動いたら光る。あ、これすごい。すごいな。あ、これは子供が喜びそうな。え？これはどうなる？だってね、あのバネ2つだけだよ。あ、それパチパチすると数字が増える。面白いやろ。面白い。他面白いのあった？なんか作るのあった。ほら、さっきよりできとる。あ、 3D プリンターが稼働中です。靴ができる。あ、これか。すごい、これ、え、これは本物だ。こっちが 3D プリンター。わー、よくできてる。ヘボコン、ナストマくんが出てます。あ、思いの時を、はい、ぶつかっても避ける優しさがあってもいいんじゃないかと思って、そういうことを作ってました。新しいコンセプト。新しいコンセプト。もう論文期ですけど、あのどのぐらいの時間かかりましたか。側かぶせただけなんで、あのそのあと10個ぐらいで。あ、10個。さすがすごい旅行ですね。大丈夫ですかね。じゃあ行きましょうかね。せーの、エボコン。あ、これ落ちた、落ちたかな。あれ、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 エボコンゴー。おー、来たどうだどうだどうだ。おおお、さっきまで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 さぶちまけない。本当に何が行われてるんでしょうか。じゃあ掛け声いきますよ。はい、せーの、エボコンゴー。お、え、どうなる。あ、動いてる。あれ、でもなんか大丈夫ですか。落ちそうな感じですけど。カレーが CD の方はカレー、ちょっとカレーを食べると思って動くんですかね。カレーを食べると動く気
とカレー、カ